何どうすんだよ。どうすんだよ。いやいや。どうすんだよ。どうも知りませんよ。ムービーどころの騒ぎじゃないの。ビデオカメラじゃないの。そうですよ。なぜそんなんで。いいよ。いいよ。ありがとうございます。いいよ。9年ぶりに再会したんで、じゃあ山川さん、いただきます。飲んで、ね、いただきます。飲んで、ね、はい、ありがとうございます。いやー大好きだっけ。はい、三本くんだよな。そうです。山川さんと9年ぶりに再会できました。いや最高です。よくその撮ってんね、あんた面白いね。いや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 、札幌で見た山川さんとはちょっとまた違いますね。あれか、違う。9年間ね、あれから9年経ちましたからね。もう違うかい。あの時なんか金髪だったですよ。ああ外見は違うね。確かに。そう、外見だけだべ。中身何も変わってない。そうなんですか。成長しないねっつって。成長しなきゃいかんな。全然成長しない。あの時は自分もまだファンでしたからね。でもまあまあね、今もプレスファンじゃないの。まあまあまあ、ファンやめちゃダメだよ。ファンやめちゃダメ。あ、そうなんですか。よくもうやめろやめろって周りから言われるんですけど、プレスファンじゃなきゃダメだよ。うん、綺麗になったんだから。うん、ファンと同じことしちゃダメだけどね。え、ファンになって、ファンでいいんだよ。うん、誰に言われるんですか。ファンじゃダメだって。え、西村さんぐらいに言われましたよ。うん、ああ、なんか、うん、そういう先輩はなんか一理あるかもしれないね。うん、あるかもしれないけど寂しいね。うん、あった方がいいよ。うん、だってそういう知識はね、うん、吸収体じゃあるってことだから。そうですよね。うん、あったよな、メイク行った時。いや本当ですよ。ね、新日本を受けて落ちて、でメキシコ行って、うん、ね、まあ、なんてそういうことだかね。え、ここで諦めなかったあなたの勝ちだよ。それがいいか悪いか別にして。そうですね。山川さんだけですよ、こんな優しいこと言ってくれるの。え、誰かなんか僕、え、厳しいこと言うの。みんな言いますよ。なんでしょう。え、なんかほらプロレスラーになったんだから、もうサイン会行くのやめろとか、試合見に行くのやめろとか、みんな言うんですよ。それはそれだからね。うん、来ても行くべきだよ。そうですよね。我慢してどうすんだよ。なるほどね。まあ、自覚がないのはちょっとね、寂しいけどね。自覚なきゃダメでしょ、デスだって自覚がなきゃね。ああ、まあまあまあ。だからってサイン会行っちゃダメって法はないからね。いや、ないですね。自分の価値は下がるよ。まあ、ああ、まあまあまあ。相手の価値は上がるけども、自分の価値は下がるけども、うん、それでもいいんだもん。行きたいこと、行きたかった方がいいよ。そうですよね。山川さん、さすが。普通だろ、普通の意見なんだよ。そうですよね。で、会社の人間でもないしね、はい、フリーなんだから。会社なんか、会社で縛りあるのは別だけども、はい、縛りないでしょ。ないです。自由にした方がいい。そうですよね。それでオファーがあるのもね、減るのも自分のせいだから、うん、増えても自分のおかげだし。そうですね。